おはようございます。9月26日木曜日の東京インフォメーションです。都庁第一本庁舎のエントランス前に巨大なアート空間が出現しています。これは工事現場の仮囲いなどをキャンバスに見立て、街にアートの景色を広げていく文化プロジェクト、東京シティキャンバスの駒沢オリンピック公園総合運動場に続くプロジェクト第2弾です。アーティスト大牧伸二さんによる新作アートで、西新宿の一帯がかつて淀橋浄水場の水底だったことに着想し、水に関するさまざまな文様を組み合わせた作品です。水の流れをモチーフにしたデザインは、多くの人々が交差する都庁から生まれる大きなうねりを表現し、デザインにミラーシートを使用することで水面の輝きや反射、空間の立体感と明るさを生み出しています。公開期間は来年2月末までの予定です。都は子どもたちが世界陸上やデフリンピックのアスリートと一緒にスポーツを楽しめる教室の参加者を募集しています。東京フォワード2025子どもスポーツ体験教室は、来年東京で開かれる世界陸上とデフリンピックの多様な魅力に触れることができる教室で、全4回行われます。第1回は来月6日日曜日に東京都立中央ろう学校体育館で、防災とスポーツを組み合わせた特別プログラムが行われます。対象は小学3年生から6年生30人程度です。ホームページにある申し込みフォームから、今月29日日曜日の午後11時59分までにお申し込みください。応募多数の場合は抽選になります。都は東京労働局などと連携してシニア仕事エキスポを新宿と八王子で開催します。新宿会場は来月2日水曜日に新宿 NS ビル地下1階 NS イベントホールで開かれ、八王子会場は来月17日木曜日に東京多摩未来メッセ1階展示室で開かれます。会場では著名人によるトークショーや有識者によるセミナーをはじめ、シニア就業の支援機関によるブースの出展、企業による就業体験コーナー、そしてシニアの採用に意欲的な企業が参加するシニア就職面接会が行われます。会場への来場やセミナーのオンライン視聴を希望する人は、ホームページから各開催日の前日までにお申し込みください。都は e パラスポーツ交流会イベントを開催します。e パラスポーツは、誰でも簡単なボタン操作などで徒競走や玉入れなどの対戦ができる e スポーツです。 e パラスポーツ交流会イベントは来月1日火曜日の都民の日にイオンモール日の出1階メインコートで行われます。ステージではタレント中山秀幸さんや寝たきり芸人アソドックさんによるトークショーをはじめ、ゲストやオンラインで参加の福祉施設の人たちと e パラスポーツ機器を使ってオンライン対戦が行われます。また会場では e パラスポーツの体験コーナーや e パラスポーツ機器の展示もあります。
今日お伝えした内容は番組のホームページでもご覧いただけます。ぜひご活用ください。ここまで東京インフォメーションでした。